今日陸上自衛隊豊川駐屯地で行われた終了行事では、4月に入隊した新隊員が訓練で学んだ射撃の動作を上官の前で披露しました。新人隊員らは今後それぞれの部隊に配属され、新しい任務に就くということです。国を守るために働きたいと思ったので、